ドワイト・エバーズリー・ヨークは、トリニダード・トバゴ・カナーン出身の元サッカー選手。元トリニダード・トバゴ代表。現役時代のポジションは FW だが、晩年は MF も務めた。トリニダード・トバゴの英雄的な存在である。母国クラブでプレーしていた1990年に、トリニダード・トバゴを訪れた、クレアム・テイラーに才能を発掘されアストン・ビラ、FC へ入団。 FA プレミアリーグデビューを果たした。3シーズンでチームの大黒柱となり2度のフットボールリーグカップ優勝に貢献した。1998年、マンチェスターユナイテッド FC に当時のチーム最高金額となる1260万ポンドで移籍。容姿がよく似たアンディ・コールと双子コンビを組み、1998から99。 シーズンは18ゴールを挙げ得点王になったほか、PF フ年間ベストイレブンにも選出された。UEFA チャンピオンズリーグでも7ゴールを挙げて、チームのトレブル達成に貢献した。その後、数年にわたって活躍を見せると、ブラックバンド・オーバーズ FC へ移籍。ここで、再び、コールとコンビを組みチームに貢献した。A リーグの発足とともに、オーストラリアでプレーし、二千五年の フィファクラブ世界選手権では、三浦和義らと共に訪日した。代表でも活躍しており、2006フィファワールドカップ本、大会出場をかけたバーレーンとの大陸間、プレーオフでの勝利、同国のワールドカップ初出場を決める原動力となった。典型的なセンターフォワードとして知られているが、フィファクラブ世界選手権、2006フィファワールドカップ、北。 中米カリブ海予選ではボランチとしてゲームをコントロールした。2006FIFA ワールドカップ第一戦のスウェーデン戦でも中盤の底でスペースを消す動きやそこからの展開で同国のワールドカップ初の勝ち点の獲得に貢献、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。ヨークをはじめクリストファー・バーチャルやシャカヒスロップなどの奮闘も虚しくチームはグループステージで敗退したが 日本の中田秀俊らと共に敗退国の中から選ばれるベストイレブンに選ばれた。この大会後、ヨーロッパ主要リーグの下季移籍期間ギリギリの8月31日にサンダーランド AFC に2年契約で移籍した。サンダーランドには同28日に現役時代にマンチェスターユナイテッドで首相を務め、ヨークと共に数々のタイトル制覇に尽力したロイキーンが監督に、 就任しており、アンディコールも加入するなどかつてのチームメイト同士でクラブを盛り上げた。2008から09シーズン終了をもってサンダーランドとの契約が切れ、以後無所属の状態が続いていたが2009年9月に現役引退を発表した。今後は指導者の道を歩んでいくという。ありがとうございます。